熱い歌舞伎揚げ食べたことないです、ね、食べてみたいのよ。熱い熱いって言って歌舞伎揚げ食べてみたいな夢がある全然写真飛ばしてくださいちょっと温まったぐらいだな。元々の水分がないから。ありゃ何も起こんないのかこれ。だって音もしないし。あ、音するぞ。聞こえる聞こえる。熱いいや、アタックじゃん。アイヌのね上がったのよ。もう一回自らの油で自らの油で自らの油で上がってるんだ。ジャンプ的な解説をすると焦げっぽい二度揚げですね、うん、言ってみれば焦げてしまった黒舌で触れない、うん、焼きおにぎりじゃないですか。ザ・プロフェッショナル。他の夢が叶う瞬間だった。アイヌシャコーンっつってんすけどね。割る時もメリメリメリっていう感じで割れていく。香ばしさですよこれ。ロンパだ、うん、スーパーロンパ。スーパーロンパ歌舞伎揚げ誰は1枚90秒で焼きおにぎり化しますんで、香ばしさが宿って軽くなり食べやすくなります。